俺はアキラ、食品メーカー商品企画部に勤務する25歳。入社して3年目、そろそろ一人前に。アキラくん、そこ数値間違ってるわよ。わ、本当だ、すみません。最近たるんでるんじゃないの？仕事は緊張感を持って取り組むこと、慣れてきた頃が一番ミスしやすいんだから。はい、気をつけます。一人前にはほど遠く、上司の青井主任にいつも注意されっぱなしだ。そんな青井主任は数々のヒット商品を生み出した企画部のエース。その実績が認められ、異例の速さで来月課長昇進試験に臨むことになっている。知的でクールで誰からも信頼されている青井主任。俺もいつかあんな風に。なれねえよ、てめえみたいなポンコツは。くずき係長、ぼーっとするな。そんなに暇ならこの売上データの推移を出しとけ。これを今日中にですか？聞き返すんじゃなくて、自分みたいなポンコツに仕事をくださってありがとうございますだろ。ありがとうございます。自分みたいなポンコツにが抜けてんな。言えよ。アキラくん、私が半分やるわ。おい、俺はこのポンコツに頼んだんだ。余計なことすんじゃねえよ。くずき係長、これ今度のプレゼンで係長が使用されるデータですよね。だからどうした？そんな大切なデータですから、ミスがないよう複数人で取り組んだ方がいいと判断しました。ああそうかい、なら一つでもミスったらお前ら土下座な。係長、今の発言はコンプライアンス的に。うっせえな。わかったよ、勝手にしろ。実は久月係長も課長昇進試験を受けるらしく、ライバルの青井主任やその部下の自分を目の敵にしてる節がある。はぁ、今日も疲れた。おや、隣の部屋空き室だったけど入居者が決まったのか。隣の部屋な、なんだ、大丈夫ですか？ぎゃっ、一体何が？え、青い主任？え、アキラくん、どうぞ。どうも。しかし驚いたわ、まさか引っ越し先のお隣さんがアキラくんだったなんて。本当、目を疑いました、いろいろと。ああ、会社とちょっと雰囲気が違うものね、私。ちょっと、いつもはうちでもちゃんとしてるんだから。今は部屋着がまだ見つからないだけで。まあそれはいいとして、この部屋の惨状は一体？惨状って人聞きが悪いわね。引っ越し荷物を片付けているだけよ。片付けている？何時間前から片付けてらっしゃるんですか？3時間くらい前。散らかしてるの間違いでは？アキラくん、上司に言っていいことと悪いことがあるわよね。すみません、つい。掃除や片付けも仕事と一緒。予定を組んで明確なビジョンの下で適切なプロセスで遂行する。それがゴールへの唯一の道、わかるわね。ちなみに最初にどんな予定を組みましたか？とりあえず箱から全部出しちゃえって。あとはね、あ、ダメだこの人。とにかくこのままじゃいつ荷物が崩れてきて生き埋めになってもおかしくないですよ。大げさね。うわな、あ、いったったった、ほら言わんこっちゃない。ありがとう、怪我してない？大丈夫です。でもこんなことで大切な主任に怪我させるわけにはいきません。大切な？こうなったら覚悟を決めるしかないですね。覚悟？俺に委ねてください。身を？片付けを。片付けねえ。なんだよもう。
いや、さすがにそんなの部下に頼めないわ。もう遅いし。気にしないでください。このまま帰っても気になって眠れないですし、それに俺片付けとか得意なんです。でも。さあ、葵主任は各荷物をどこにしまえばいいか、その指示をお願いしますね。テキパキテキパキ。うわ、はあ、すごいわ。あれだけの荷物をあっという間に、しかもお料理まで。料理は作りかけだった。うちの夕飯のお裾分けですけどね。おいしい。この前接待で食べた高級料亭の料理よりおいしい。大げさですよ。でもお口に合ってよかった。私は家事苦手だから、それができるアキラくんを尊敬するな。親が共働きだったから自然と覚えたんです。それが性に合ったというか、特に料理が好きで、だから食品に関わる今の仕事はやりがいを感じてます。なんかアキラくんを見てると初心を思い出すというか、私も頑張らなきゃってなるわ。俺は葵主任みたいに仕事ができるようになりたいです。主任は俺の憧れだから。そんな憧れの上司が家ではこんなんで幻滅したでしょ。驚きはしましたけど、でもそのギャップが可愛いっていうか。可愛い？あ、いえ、なんでもないです。もう遅いし、そろそろおいとまします。そんなことがあったけど、もちろん会社では今まで通りの上司と部下で。このデータは最後に示した方が効果的ね。世代別に何が求められているか、もっとわかりやすく。資料室に行けばサンプルはいくらでもあるはずよ。承知しました。なんかねえのか、葵の弱み。弱みなんて知らないです。なんでもいいんだよ。あの女にだって一つや二つやましいことくらいあんだろうが。本当に知りません。役に立たねえな、首にすっぞ。そんな。いい加減にしてください係長。なんだよポンコツか。葵主任にやましいことなんてありません。どうだか、あの女だって会社じゃクールに気取ってやがるが、プライベートにヤバいもの抱えてるかもしれねえだろ。いや、あれはあれでヤバいくらい可愛いし。ん？今動揺したな。あの女のことで何か知ってんだろ。知りませんよ。主任は尊敬できる素敵な人です。まあいい、いずれあの女が課長にはふさわしくないってこと暴露してやるよ。参っちゃいます。係長には昇進試験を控えてるからなのか、いつもよりピリピリしてみんないびられてますよ。それはひどいな。だからいざという時のために準備はしてますけどね。会話を録音してたの？度が過ぎたらこの音声持ってコンプライアンス室に訴えようと思ってます。はぁ。ん？お疲れ様です。作りすぎた肉じゃが、よかったら召し上がってください。ありがとう、アキラくん。おい主任、昨日言ったレポートはどうした？午後には提出できます。あっそ、じゃあこれもやっとけ、今日中だ。それからこっちは明日まで、取引先との打ち合わせも俺の代わりに行け。承知しました。これって全部係長の仕事じゃないですか。それを昇進試験の準備も忙しい主任に押し付けるってあんまりです。いいのいいの、こんなの朝飯前よ。だから心配しないで。そんなことを言っていた葵主任だったが、つまり。大丈夫かな葵主任、だいぶお疲れのようですが。大丈夫、通常業務も昇進試験の準備も至って順調よ。ちゃんと食事と睡眠とってます？もちろん。今日はこれから取引先との打ち合わせの後直帰だから、これで失礼するわ。本当に大丈夫かな葵主任。主任、しっかりしてください主任。
アキラくん。今すぐ救急車。お腹減った。え、そりゃ倒れますって。昨日から何も食べてなかったら。いろいろ立て込んで食べる時間がなかったのよ。忙しくても食事と睡眠は取らないと。昇進試験が終われば余裕も出ると思うから。このままじゃそれまで体が持たないですよ。決めました。アキラくん、あなたのすべてを俺に委ねてください。それってプロップ。昇進試験まで主任の生活の世話は俺が見ます。生活の世話？炊事、洗濯、掃除、家事のすべてを俺がやります。最初は遠慮していた主任をなんとか解き伏せ、その日から俺は仕事が終わると主任の部屋で家事に取り組むことにした。くぬぬ。特に食事に関しては栄養あるものをしっかり食べてもらうようにした。かっこにうまー。元気よし。ついに明日は昇進試験。主任にはスタミナつくものを食べてもらおう。おっちー、これどうぞ。そしてついに葵主任の課長昇進試験が始まった。筆記、プレゼン、実技が終わって、そろそろ最終面接かな。落ち着かない。コーヒーでも飲んでこよう。久崎係長がそんなことを？ああ、葵主任のスキャンダルを昇進試験の場でぶちまけるって息巻いてたぜ。スキャンダルって？なんか部下に命じて私的なことに利用してるとか。どういうことかね。葵主任が課長にふさわしくないとは。見てください、これを。どうしてこんな写真を？彼女は部下を勤務時間外に呼び立て、身の回りの世話を命じているのです。上司の立場を悪用したこのような行為、到底許されるものではありません。命じてたなんて、そんな。命じてないって 100% 言えるのか。そう思ってるのは上司のお前だけ。部下は上司に逆らえないからな。それは。葵くん、潔白を証明できないようでは昇進どころでは。主任は俺に命じてなんかいません。アキラくん。俺から提案したんです。少しでも葵主任の力になりたくて。部下思いで仕事に誠実で一生懸命頑張ってる憧れの人のために何かしたくて。アキラくん。だから命じられてなんかいないんです。俺がただ葵主任のことが好きだからしただけなんです。な。これ以上のない潔白の証明だな。葵主任、課長昇進おめでとうございます。ありがとう。一月後、葵主任は無事課長に昇進し、逆に久月係長は昇進どころか。コンプライアンス違反と思われる音声データが社員数名から提出された件について。そんなコンプライアンス違反の決定的証拠により会社を追われる羽目になった。そして俺は。葵さん、これからは恋人として一緒にいてほしいの。そして今日も確認がいい。もちろん。どうやら葵主任とはお隣さん同士じゃなく一緒に暮らすことになりそうだ。漫画エンジェル猫岡、義妹生活、クラコン、2作品テレビアニメ